治って。XS はベスキャラ扱いです。じゃあそれぞれ集まって先方のちょっと考えを。お、じゃあエボ大山メインステージ、エボ山ジャパン、エボ大山のメインステージ始めますよ。始めますよ。はい、先方申告ハデさんによろしく。35試合やるんでね、みんな早めに決めてください。35試合かかります、最短でも。じゃあサクサク。じゃあ今日もじゃあエキシビジョンはなしで決着ついたら終わりなんで、どんどん出たい人どんどん自分から行っちゃってくださいね。どんどん はい、じゃあ先方だけ教えてください。ほう、福岡のエボひどかった。はい、2P 決まったよ。 1P 早く申告して。 1P 側決まった。はい、じゃあ座ってください。 2P 側が黒岩さん。 1P 側は誰？え、いきなり黒岩さん。はい、なんかね、サブキャラ使って早く死にたいって言ってるんで。終わらせに来た。俺も早く死にたいよ、そんなこと言ったら。はい、じゃあ始めましょう。はい、皆さんチーム戦ですのでね、ちゃんと盛り上げていきましょう。さあ、黒岩チュンリー対山本龍、始めていきましょう。さあ、黒岩さんはチュンリーで早く死にたいと言ってましたが、このキャラ早く死ねるんでしょうか。そう、なんかね、そうですね、まあためキャラだからっていう。さあ、これは中パンからの投げ、ある意味最大。さあ、ファイヤーハードもらって、2択はタスマキ。さあ、こっから、さあ、かなりピョン吉しているチュンリーではあるが、ゲージを持ってしまうと厄介だぞ。中昇竜拳で落として、波動拳ガード、バックジャンプ中継が当たる。そしてセイネスは抜けられない。危ね。さあ、時間がなくなっていたところでどうする。飛んでくる。あと4秒。あー、ガードしちゃった。ガードすると矢口真理です。さあ、2ラウンド目の開幕は、あ、マイクでけえ、ごめんなさい。マイクでかいって、ハデさんどうします。僕の声がでかすぎるのか。さあ、チューの連携で固めて、ちょっとすいません、声、マイクとの距離を離しました。これでどうですかね、皆さん。調整した、ありがとうございます。さあ、竜巻はさすがにヒスピはダメだぞ。さあ、食らって、 OK です、了解っす。さあ、こっからちょっと、これはバックジャンプで回避。さあ、こっから前に歩いてくるチュンリーをどうさばく。竜巻は垂直大パンで落として、これはぶっ放すが、形的には悪くなかったが着地に投げられてしまう。さあ、一応ですね、このゲームのシステム、このゲームのシステム上、ですね、アントビー早めに着地したとしても、起き上がり、投げ無敵が1フレームの16分の1を引いた場合は、投げかす場合がごく稀にあります。なので必死に投げを思い切り連打するのもありだと思います。さあ、これはダメですね。今のはチュンリー様で切るのが正解ですが、やはり難しいところ。僕もよ、おーっと。さあ、今のはいいですね。意表を突くスピニングバード、一通の映画でもありました、あんな感じのスピニングバードの軌道。さあ、金敵はミスって、これは円台が置いてあって、チューだー、これがチュンリーの底力。とりあえず近づいて投げりゃいいんだよと。
ていこう。さあタコ様が座る。タコ様が、タコ様何使うの逆に。逆かぶせ。Sザンディ。さあ逆に、逆にかぶせてきて、これあれですね、バイパールール先取りしてきましたね。そうです、カラキャンテンションが出せない人はこれは矢口真理の間合いです。さあさあ今のジャンプ中継はちょっと危ないぞ。射が中継飛行点安定行動。さあただね、チュンディはとりあえずね戦列ぶち当てればいいんだよっていう考えでいいと思います。さあこっからとりあえずガードで6ドットゲット。さあこれはお互いに体力の限界血負っている。しかし先に血負らせたのはタコ様の方。さあこれはバックジャンプで回避するが、いい連携ですね。チューチューチュー飛行点超安定で画面も離せます。しかし下がりすぎるとまずいぞ。え、しゃがみダイパンが置いてある。あーどどどどどど、これはあーメインキャラスカイラノリやってしまった。それうおっ、ジクルが歪んでる。あはははは、今のはやばいですね。さあ飛行艇、あっどどどど、あさあこっからどうなる。ジャンプ中継、しかしクライスクルーで、おお、しゃがった。さあこれまだ分かんない、危ない危ない危ない。さあまだ分からん。今の壊しいいですね。さあガードさせたが、危ない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 。さあどうなる。あー走ったところは飛行陣で制裁、もう一丁どうなる。あー垂直大パンチが置いてあった。さあワンピー側はシノニー。さあシノニーさんが X サガット。さあ逆カフェが続いていきます。これは黒いワンさんにプレッシャーを与えている感じですね。あ、いろんな意味で。さあ飛行点は大パンか弦を振ってからやると硬直短くなります。壊しだと7フレームになります。さあ投げて受け身が取れない。さあやはり、さあやはりエッサガードをよく使っているシノニーからすると、チューチュー、あーこれはピュリーチチャンス。しかし X サガットのアントビの猶予は1フレームしかありません。残念ながらかなり低めに飛ばないとあの高さでも落とされてしまいます。皆さんしっかり覚えておきましょう。さあ投げて、さあ落ちる。さあいい距離で飛んでますね。これはちょっと苦しいか。うわー2位が100列で投げて中継、しゃがんで寄せて。さあまだわからないが壊してフォロー、これは食らう。あそこで様子を透かしをやると一度と休むんですが、なでるー。俺言っていいっすか、ひでで。はい、こんばんは。あ、こんばんは。じゃあ、ね、あ、はいはい、タコ様ですわ。山本です、どうも。ワンピー側、はい、あ、ごめんなさい、ツーピー側ですね。うん、ヒデジェ。
あ、そう難しいですね。ええ、ちょっとね、はい、あれですね、篠井さんのエクサガトに、我こそはとですね、立候補していきましたね。立候補していきましたね。素晴らしいですね。まあ確かにヒデが使うのはまあタメキャラで、まあ、チュウリーみたいな感じの立ち回りしてますからね。通常技性能が高くて、ひたすら飛び道具を打ちまくると。なんならスパコンのコマンドまで同じですからね。同じですね。ただ歩けないよっていう。そうっすね、気持ち歩けるじゃない。あーっと、あれバカですからね、歩くねえ、使用じゃないですかね。うわっと手先を蹴る。さあゼロロット、ここからどうするかですよね。おっと安ラッシュ。あの状況はしょうがないです。打ち切りましたね今ね。運がいい、うん、じゃねえと思うけどな。運がいい、運がいいってなんか聞こえてきましたね。ええ、運で勝てるんですかね。そう、タコサマイクですよね。タコサマイクで、ええ、ご無沙汰の、ね、さあ打ち合っていくが、さあ球速いよと X サラコに対して篠兄さんも入れてなかったか、まあ、確かにチュンリーじゃないからね、打ち合いだとねってところがあるのかな。どうなんでしょうね。チュンリーは打ち合う感じじゃないですね、球だけで。まあそうそう、あと飛びとかもありますからね。打ち合って振りしといて飛んどくみたいな。ほんとね。お、端に追い詰めて、あ、おまたタイガニーからの投げ。お、いい飛びが入って、お、またタイガニーからの投げ。さあこれは、お、時間が、スライディングが強い。やっぱり起き上がりはねえ、今リバサじゃなくてもあれね、間に合っちゃうと勝っちゃいますからね。当たっちゃってますからね、もう、まあ、逆になんかリバサだと潰される時もありますからね。さあ、そうですね、1フレしかないっていう話ですかね。1フレちょっとブレますからね。はい、さあ、3ラウンドを連れ込んで、垂直で受けれずに、ちょっとこれは間に合った。いいですね、篠兄さん全開ですね、これね。ですね。これ、あ、ただまあ体力もちょっと並んできた。お、それでヒデが逆転。お、やりますね、かなり。ですね。あ、危ない危ない。踏みそうになりましたね。ガード間に合います。お、いいスライディング入って。見た時より全然動いてますよ、はい、ヒデさんの肘。あ、肘。言いにくい。あと下ってしまって、お、踏まないが、あれ、あ、スパコンが、あ、スパコンが出ない。なんだこれ、足払いで死ぬ。ええ、多分2回ともスパコンですか。びっくりしましたね。お互いにスパコン出てなかった。いやー、サブキャラなんで日和りましたわ今。いやいやいや、先列同じですよ。長州さんの、あ、青祭、長州青祭、長州青祭。ちょっとなんか被せ合いとは一体被せの意味をね、みんな分かってないかもしれないですけど。結構難しい。そうっすね、日本語難しすぎて。そうっすね。とりあえず好きなので行ってみようみたいな。そうっすね。あのね、やりたい順番でね、やるのはね、いいことです。さあ、上から、はい、上から下がっと、これは確定判定が、しかし釣りがない。これ確定ないの。じゃんですよね、マイダン大抵、ね、バニ、バニはバニ、バニからスクリューまで入れないとダメです。あ、難しいスクリュー。いや、そこまガード工事があるね。バニーオンリー間に合わないか。なるほど。さあ、2位で突っ込んでくる。おー、ミドル大事。あー、しかし上から下がっと AKB もびっくり。さあ、そうですね、タッチシューキック振ってれば勝てるはずなんだ。厳しい、死にましたね、うん、あ、ニーヤさんお疲れ様です。さあ、1P 側のしのぎ、 X サガットが連勝中。さあ、2P 側は誰を出す。ダルシム使いが、あ、機械ダルシムいますね。機械ダルシム。いやいや、さあ、さあ、2キャラなんで。お、機械さんの大事ね。機械ダルシム、氷。ダルシム予告。あ、かぶせというものを教えてやると、機械さんが。素晴らしい、いい言葉ですね。KKY! KKY! KKY! さあ、出てきました。
さあ、キュア相手とつくと、ピオリッチですね。ピカイさんね、ダルシェフね、やってるんですよ、ちゃんと。そうですよね。だから、多分ね、これはかなり苦しいと思います。釣られない。あ、ブル今もしかしたら、ね、今の足で突っ込んでくるのはちょっと甘えましたね。しかし、シノニーもまさかやってくるとは思わないだろうというのでガードになってしまいました。さあ、今多分あれですね、タイガーが潰されましたね。もうね、ダルシェフ打ち合えるんですよね。打ち合いますね、2フレーム判定なので。さあ、ここパン超連打。しかし、怪しさ展開ですね、インフェルノがあるので。あっ、危ねえ、危ねえ。今のはちょっと良かったですね。ボタン押しちゃうかと思ってドキドキしちゃいましたよ。今匂いましたね、ちょっと。さあ、相打ちだがダメージ待ちしている。さあさあ、シノニーも博士さんとしこたまやってるぞと言わんばかりの思い切った X 下がった戦だが、さあ、ゲージはお互い回収完了。おっ、当たる。なぜか当たった。危ない危ない。チューチュー、チューチューだけでももう下がってつらいですよね。あー、これは安い。まあ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 、まあ、とりあえずダメージ取るのはアウトですね。まあそうですね。で、まあとりあえず、まあリスクのない技を重ねて、で、まあ優位を取ると。これは厳しい。安定の勝利。お、山本チュンディ降臨。さあ、山本チュンディがチュンディダルシン見せてやるよと、そういう意気込みで座っていきました。さあ、しかし危ない危ない。おお、もつれ込む、はい、さあ、これは、あ、タコ様、なんかタコ様見るのすっきり久々な気がする。高めドリル、今年入ってから全然ゲーセン来てない。マジっすか。イエース。さあ、これはそうですね、連続背中あれやられちゃいます。振り返って壊し役です。これはいいですね、かなり削れます。なんかお互いがすごい様子見的な感じで。そうですね、さすが機械さん。うわー、今のいいですね、膝ちょっと密着気味だったのでテンション入りそうでしたが、あっ、あー、これがチュンリこれですねっていう。困ったらいいんだよと、俺もよくやります。よくやって、そして甘えすぎだろと言われて、でもやめません。これは、あ、今のはちょっと惜しいですね。今のは山本さん、あそこで中足大、中足大パンって重ねるとしゃがみで、ピオカクなんで、あれはちょっと知っておくといいですね。あ、あ、あ、しかし、どうする。吐いて、だー、百裂やりますね。さあ、2P 側、どうする。なんだかんだもう山本さんがもうメインを出しているっていう感じで。まあ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 、まあ、メインの出しどころもね、自由ですからね。まあね。さあ、まあサブキャラ使ってない人から言ってもいいですし、まあ山本チュンディ倒したいっていう風に我こそはっていう人いたら早めに、ほら早めにしないと、あの1ラウンドね、その間に決めないとコンピューター戦に勝ったら指名されちゃうよ。お、チュンディ。さあ、お茶丸チュンディ、お茶丸チュンディ。さあ、色が僕がよく使う2つのカラーです左側が1回目に秀田秀じゃねえか、つまり最強ですね場内からええという声がやめろさあ、山本さんが押している。さあ、山本さんが押しているが大丈夫、秀から末からどっちも秀からいいよ、ナイスガード。あーっと、さあ投げた。あー、判定になる。これは今大パンで投げいったのね。わー、あー、なるほど、やりおる秀っぽいという声がどっちがどっちがどっちもじゃない、どっちもどっちもさあ、これは引き付け選手できている。
山本チュンリー基本ができているぞ。まあメインだからね。さあ100列、困ったら100列越せればいいんですこのゲーム。それが強いねえ、確かに。さあ投げ打ち身はとりあえず100列越ってれば打ち身は取れます。さあくぐってこパン、これはいいですね。さあやはりメインキャラ使いとしてはここは譲れないと。さあ 2P 側、次は誰が行きますか。 2P 側ちょっと、おっ破天荒さんがやばいよこれ。これど黒い笑顔だと。さあもうね、もうね、こっから破天荒さんの顔見てるため、あれこれ 1P 側からなんか、ね、これソーリー、ソーリーじゃない方。あ、ソーリーの方でした。ソーリーですね。さあ黒い笑顔の破天荒今日も来ました。まあでもノー試合でそんな使ってるとこ見ないからね。いて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 、まあ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 、さあこれ間に合うんですよ、ね、これが S のねいいところ。おっと、はい、チュースピニングバードは、ええ、上タイガーを打たれてない限りは、はいはい、対応が難しい感じなので、はいはい、ありですね、はいはい、さあヘル、あーしかし、しかしこれは、はいはい、あー出していく。リバサじゃなかったけども、ちょっと重ねも遅かった感じでしたね。まあ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 、あそこ二択ですからね、投げられるか昇竜出すかみたいな、そんな感じなんでいいと思います。寝るな。そう、これがね対処が難しいんです、チュースピニングバード。ああ下が、 X 下が、あの S 下がでも、で上飛んでもこう蹴られるので上タイガーを出すが正解なんですけれども、やはりしてないと難しい。そういうことっすね。さあ踏んで、踏んでちょっと遅かったかな。さあそうですね、踏みつけすかして着地しようとすると円台形が待ってます。今の立ち台形、これ体育チュンリー側を潰せる技ある。早めの、前段中盤で一応相打ち以上の可能性があるんですけれども、可能性がただでもそれも見られてしまうとしゃがみダイヤシが待ってしまうので、さあここは黒い笑顔の破天荒さんがしっかり勝利なりますね。はいよ、うね、おこれはスーパーであれ対決になるのかな。なりそうですね、これは。来ましたね、わーてか早くない、今 S 出るまで。すごい、今出るまで超早かったもんみたいな、何フレで出した。今だって多分30フレームくらいでおわーとか言ってて早超早かった、うん、ああ潰される。そこだけ練習したのかな。いやー今の全一でしたね。さあ痛い痛い、どうする。だー相打ち、相打ち OK だからね、このねもう出してストレートは。さあ一撃一撃の火力はやはりどっちも高いんですけれども、やはり前に突っ込んでくるっていう点ではバイソンは厄介、何せ如意棒とあのオワーっていうのと、そうそう早いこれ、あーやっちゃったよ。そしてダンパンチ、ちゃんと溜めてた。さあどうします、 2P 側まだ1回も出てない人、チャボさん、バイポーさん、コテさん行ってもいいですし、2キャラ目行きたい人は行ってもいいと思います。これね、さあチャボさんが行く、残儀使いはいないのか。さあこれどうするんだ、チャボさんは来たー、スーパーでやれー大ビンタロと、うわしかハドキャ、相手でダウンしちゃうから、うわうわうわドンピシャで当たって、あー投げれないが、投げれない、危ない危ない危ない、間に合わないんだね。やばい、あっあーっと危ない危ない、あおーしゃがみ大パン、大パン、あれでも剣側もジャンプ大パンだったら潰せるんじゃないの。いや多分今のタイミングだと TBS はちょっと厳しいです。厳しかった、長えなマジで。何これ、長えし長えしね、相打ちでこける、相打ちでこけるからね。さあ、アイチャブが悪い、やばいやばいやばい、アスリアの S 剣もね、波動拳そう打てねえのはきついぞ、これもうガードしてても削られるし、あー今も波動のモーション見えたけども、うねくんやりたい放題、飛び道具が早いのか、これ。さあ、あとワンキャラ、イキャラ出てない人が、バイパーさん、コテくん、まああとメインで行きたいよって人もいたら、はい行ってもらえれば、はい
行きたい人行って、あれをあの1ラウンド捉えたら指名されるよ。うね倒せ、うね倒せ。とりあえず 2P がボタン押して、ボタン。さあ誰が行く、誰が行く、行かないんだったら、まあ、あれ降参ってことになっちゃうよ。ちょっとエスバイソン無理っすわみたいな。さあとりあえず 2P がコテが、さあコテくんがガエルですね。お、X ガエルで、これもどうなんでしょうね。なんかソニック相打ちでねみたいな。そうですね、ただ出段今出来は潰されましたね。うん、でさあすでにもう画面端きついきつい。さあ3まで切り返して、あぶらぶらぶら、ちょっと早い。バイソンは起き上がりが遅いから、そうですね、もうちょっと遅めじゃないとね。それとも下がっとのタイミング、あーこれはないでかくですね。イメガエルとやってきたって声がどっちに対して言ってんのかな。確かに。あー中足の出がかりにエオアが入って、さあ行って、中足が奏でて、さあ投げ返す、これは正解。あーためができてなかった、フォーガーだ、やばい。あー中足がまた削られて、オアでオアで、あーやりたい放題ですね。やりたい放題だな本当に。もう別にメインでもいいから行きたい人は行っちゃってもいいんじゃない、はい、もうだって 2P 側はもうバイパーさん以外はもう、そうですね、あと全員メインですね、全員メインなので。あ、バイパーさんが、おバイパーさん、バイパー目がなんか自分見るの初めてかもしれない。うん、さあただ話し潰される。さあ歩いて投げのところ中足で、さあこれは中継中継思い切り振って、さあビオラスター、はいはい、おっと、おっとちょっとコンボミスってしまいましたが、さあやばいよ、投げがヘッドで奏でて、あ、まあただベガ側もゲージがあるので、おお強気に行く。今のナイト後に裏回ってね、しゃがみ中継はね大正解ですよ、ためなくなるんで、うん、まあその前にまあ出す、反対側に向けて出すみたいな感じになるのかな。いやーやりにしてるこれは、やばいやばい、ぼちぼちが、やばいやばい、やりたい放題、やりたい放題、ダーッ、大ヘッド、ダーッ、つえーな、このキャラつえーな。さあ 2P 誰いきます、誰でもいいよ、とりあえず 2P 側も一巡しちゃったので、はい、コウさん、コウさん新しい。あ、どうぞ。お茶丸くん、ここはまあホンダもしくはバルログ？まあバルログなんじゃないですかね。バルログかな。ちょっとドリンク買ってきます。はいはい。あ、ホンダ？お。さあここでお茶丸くんがメインでホンダを出してきました。あー、早速ドスコイが読まれていたか。かかって、リーバサネ100巻にヘッドが合わさって、お、ダッシュストリート、お、見えている、わあ、これやばいな、ね、まあ、あと削り合いで終わりだよ。あ、おお、いいくらい投げ、おいちょが仕込めてたらあった。俺もやっぱね、バイソンがきついはずですけどね、まあただ S バイソンだからいけるとか、あのね、うねくんのね、うん、技のね、当て感がね、すごい、うん、まああとね、若いからね、反応がいいのよね。さあ、いや、あのね、これね、かなりぶっぱう気味です、今のは。さあ、おっと、一丁からお互い使ったが、さあだー、やばいトネートが、さあ、短パで、やばすぎる、見えている、あーと、お承知、今のはちょっと甘えちゃったかな。さあだーいって、開幕から 1.5 割減ってますからね。さあ食らう、とちょっと 出なかったな。さあ食った、さあうねくんの、あーやばい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 、なんだこれ、減りすぎだろ。やばいやばいやばい、だあー、さあだあ今なんか出そうとしたのかな、かもしれないですね。攪拌ではないはずですからね。やばいな、なんか
うね一人の力のおかげで他の人たち出番なくなっちゃうよ。さあどうしましょう。釣り側行きたい人、いやー行かないと指名されちゃうよ。一ランド取られちゃうと。意外とあのキャミーが頑張ってるから。えマジで行っちゃっていいよ。お、やばいやばい、本気モード入ってよこれ。全員やっちゃっていいんすかつって。いや逆にねヤンキー漫画的なね、あのね黒岩さんね大会近いからね、うん、あのこの大会という場でねいろんなキャラ触れるは逆にありです。確かに。さあウネもさすがに今まで通りはいかないぞと。これねウネ君のね、ウネダイソンとはそんなやってはないかな。やってないとは思いますけど。あちょっと早かった。さあ今のは確定っぽかったぞ今。あっとなんか手掛かりに。あっ、さあもう残り1ドット。さあこれは張り手でお仕置き。さあ第2ラウンド、お中盤で止めて。そうですね。さあこれはやばいぞ。まずは削りに行く。確定ですね。おいちょうから、あのまたおいちょう、からおいちょう。まあ、ピュアらなかっただけ。さあ今の歩きちょっと匂いましたね。おお、お互いの技が交錯して壊れたから厳しい。これはもうおしまいですね。さあさあ黒岩さんを誰が止めるか。まだこっちで、ね、あのサブキャラも出してないからない人もいるから。さあワンピーが誰が行く。逆にねサブキャラでね倒せたらね激アツなんですよ。かぶせてこいと。さあガンガン行きましょう。さあワンピーガーガンガン行きましょう。玉持ちとか誰か行ける。お、あと最長でもあと20試合あるんでね。ね、長いね。お、坂本サガット。あら、普通にメインの X サガット。そうですね、坂本さんはまずまだ1キャラ目なんですけれども、多分おそらく日頃やってると思うので、ここで止めてやるよと。だー、痛いのが入った。繋がっ、ね、上タイガーで頭突きは回避。さあ見えている。やりますね坂本さんはね。対空能力がね最近爆上がりしてるので、うん、あの甘いと飛びはね多分通んないと思います、ほとんど、うん。さあこれは前ジャン4での上タイガー。さあこれは噛み合った。さあさあこれはちょっと難しいカードが。さあめくりから。さあこれは即死コンボ。ガード入れながら追いちゃってるのでね、もう投げ返ししかないですね。食らってる状態だと。かもしくは圧迫。あーっと。やばい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 。さあこれはねやっぱり高いんですよこれで。さあ上タイガー、相手にね、さあこれでね体力並んでるんですが、今の下タイガー見てからでアッパーカートに切り返して、いい勝負になってる。そうですね。さあお垂直、さあ、あの、わあ振っていく、張り手で削って、あー打ちはやばい。あ残り0。お、あー、あんのか今のは。わあ惜しかった。届いた、張り手が届いた。惜しかった。今のあれですね、前ジャン大ケース早出しをガードした後にまだ行ってない人をどんどん行っちゃって、サガットがなんかできたかもしれない。ちょっと僕知識ないんで、誰でもいいですよ。もう出た、一回出た人でもいいですよ、誰でもどうぞ。別に好きに。やばい、ほら1ラウンドやんない、早く指名されちゃうよ。ワンピーが、ワンピーが今度降参か。さあ誰が行く、ワンピー側。お、さあサガット尽くしです。メインで来た。まあメインですからね。まあまあそうですね、シノ兄さん一回出してるんでね。さあこのカードもお互いよくやってるでしょう。これはやってるでしょうね。さあこれは見ている。うまい。あー、ピヨって、はいはいはい、ちょ、減ったー減りすぎだろ。 KO はねえだろ今の、減りすぎだろ。シューカーねえだー。これはさっきと同じ光景だが、お、お互いお見合い、相打ちは美味しい。あー、上、あー、
今のは上タイガーをもうちょい引きつければだったんですが、ちょっとダメでしたね、今のは。難しいですね。さあ、今のは着地にタイガーを重ねたので非常にいい判断。さあ、やりづらそうだぞ。あ、飛んじゃったが、今のは釣りましたね。お、しゃがみ台足、こうなるとホンダはきつい。ゲロ2ですね。さあ、わかんない。あ、わかんないよ。おかまが入って、しかしそうなんです、中足小足が重ならないと。あ、さあ、どうする 2P 側。黒いワンがやられてしまったので、さあ、エッサが相手に誰が行く。エッサがかな。かぶせ合いっていうルールが成立しないからね、こうなると思う。さあ、チャボさんが行く。お、あ、コインクレジットC、 C いっぱい押して、 C いっぱい、コインの C だよ。さあ、エッサが同士の戦いとなった。まあ、これしかないよねっていうね。赤カラーがシノ兄さんで、オレンジがタボさんですね。まあ、あのパンツの紐の色ね、紐というかね。はい。まあ、しかし、まあ、本当もう世も末ですな、かぶせ合いで強豪なんていうのは。お互い火力超高いからね。ねえ。さあ、しゃがみ台下げて。うお、マジで今ので潰れるんだ。そんな判定強いんだ、あの。通常技の判定強すぎだろ。手に威力が高いじゃんね。勘弁してくださいよ、本当に。まあ、特にエッサガの強さはね、あの先日ここで行われたね、はい、ポックスでね、もう嫌、はい、というほど証明されましたからね。そうですね。さあ、2位で壊し重ねて投げに行こうとしたところは割られる。あー、最大さあ、2P がどうしましょう。ほんと一方的な展開になってんな。そう、そういえばね、なんかね、ツイッターでね、面白いなんかね、はい、書き込みがあって、一、ええ、つの16キャラのうち、はい、半裸のキャラって半分いねえかみたいな感じで、マジで、ね、半分8キャラいるんですよ。おお、はあ、ある意味露出度高いですよね、このゲーム。だって半裸キャラが半分もいるんですよ。とりあえず 2P 側を押しましょう。ボタン、スタートボタン。僕かな。でも僕ちょっとブー悪いっすよこれ。お、行くか。お、ヒデ行ってらっしゃい。死んだか。死んだか、ヒデ死んだか。まあ、ここはヒデにね、このエッサガ戦のね、極意とやらを見せていただきましょうか。ただこれヒデの得意のね、気候モードがね、一切通用しないからね。相手が悪いからね、これ。とりあえずはまあ後ろ下がってゲージを貯めて、まあここからスタートかなっていうところで。今バッファーが仕込まれたら負けたからね。あとはまあ、あ、お互い飛んだところを、またゲージが貯める。いいな、このキャラ。なんかさっきはやってることがそのままなんかもう以後繰り返し、まあただヒデの方がこれで体力リードしているので、まあ S ひたすらもう余計なダメージを食らわないように、シンディー側のゲージが溜まってしまうと、おっ、おっ、受け身がない。そう、あれね、スピバでね、下体が抜けちゃうからね、あそこちょっと難しいみたいね、対応が。お、今のは間に合わない飛びです。あー、でも上タイガーに引っかかってしまう。そう、こうやってね、エッサガもやっぱチュンリー相手にちまちまやるしかないのかなという感じで。お、あいうち。お、うまい。今の位置を。あ、間に合わない。やばいよ、投げに来るよ、投げ。見てもまあまあ行くしかないからね、もう露骨な空気が漂ってましたけども。
さあ第3ラウンド、で画面端に追いやられて、これは間に合う。 SP は今アパカが出なかったっすね。多分今ゲージも溜まったので、ヒデは体力リードされてはいるが、まあ下がって冷静に立ちば、おーって今のはまあ下がってもあの位置だったらジャンプ中盤とかになるのかな。チュンリーの方が飛びが高いからやっぱキック出してもね当たんないんですよ。おーっと、おー、さすがに抜けてきた。こうなるともうゼロドット。おー、冷静でしたね、ヒデ。さあ、ワンピー側、まだなんか、メインというかサブすら出していない人もいるので。おっ、ここでグッチさんが、グッチホークかと。ですね。さあ、ツーピー側からざけんなと、やめろとさあ、やばいよ、死んだかさあ、すぐまたヒデ画面端を背負って、あー、死んだかヒデ。おっ、さあ、ここであえて飛んでいくんですね、グッチさんは。あてか、あはは、不本意に振ったダイキックに。なんかヒデもちゃんと対応すればなんかっていう感じでしたが、あ、いいコッパンタイク、シュワシタイク、あーっと今のキックはめり込んで、さあムーンと行ってしまってからの、あれあれ、なんか裏に行っちゃいましたね。さあ N コパ、 N コパ、ヒデもゲージ持ってはいるので一発あり、おお、今のは一体まああれはガード間に合う感じで、まあただこれね、ホーク側も後ろ下がっててもチュンリーが気候打ってでもゲージが溜まってしまうので、おおただ打ってただけやん今のどうなの。いやーもうね、ダメだわ、ロテテストでした今怖えよ、なんでヘボ大山なんだただロケテだったんすか。いやー、やっちまった、まあいいや、やっちまった、うん、さあ、ツーピー側、さあ、残り5人、もうね、行ってくんないと、ちゃっちゃっちゃと行っちゃいましょう、もう残り5人の人たち。お、なんか機械さんが指名されて、さあ何や、もうね、なんか何やろうって言ってんだけど、破天荒さん、長州さん、機械さん、バイパーさん、コテ君で終わりなのでもうね、ベガまあ確かにかぶせ合いで言ったら、まああのね、ガイルよりかもまあベガの方がまあまあまあというところなんでしょうね。さあちょっと今のも、おお、でももう完璧じゃないですか、これは完璧じゃないですか、これがかぶせだと言わんばかりの。ピカイさんのベガはね、あの、ええ、ほんと東西戦のね中盤以降のレベルなので、ええ、あのなのでね、みんな結構この機械シリーズ侮ってますけど、はい、結構ねやばいんですよ、ええ、動き、特にベガに関しては投げが本当にもう、あの投げ返せないくらいの感じの程度で来るんですが、来るんですが、あー死んだかあ、お、逃げた。あー、これはしょうがないですね、ちょっとめり込んじゃいましたねさあ本当もうね、近づけないようにもう、まあ、おー、やばい、やばい、あ、おー、運がいい、中盤強いわ、やっぱさあ、さあ、さて、ここからめくりが、めくりがガード、さあやはりこのカードをベガがいかにこうミドルで触りに行くかなんですが、はいはい、ここにトマホークが置いてあると、あの一気に矢口なんで、さあ、さあこれはさすがに厳しい、しょうがないな、じゃあ行ってくるかな、じゃあ、お、タコ様が、まあ、でも実あれ、トマタさんが、そうか、そう
ニコニコしながらディスってるのなかなかやばいっすね。さあでもね、ベガザンディは一回焦がしたら終わりなので、あの理論上は。さあ終わったか、ちゃんと優しくない方、優しい方、これは離れる、あセーフ、あこれはお、これは死んだか、あ吸い込んでいい感じ、チューチューが入って相打ち、中垂直抱いてうまいがどうする、あー小判が置いてあって、これは死んだか、これは死んじゃう、あー最高、今の最高はやばい、しかしあっあっはっはちゃんと分かってる、投げてチューチューチューガード、スラ入って埋め込み、これは踏んで、あはははは、あはははは、今のはダブラリでしたね、正解は。今のはやばいな。さあ死んだか、優しくない方、ああ安い、死んだー、18ダブル2でよかったんですが、やっちゃいましたね。さあ残りが破天荒、長州、バイパー、コテ、さあ 1P 側はかなりあの勝利濃厚になっているので、やりたい人はやりに行っていいと思いますよ。さあ中継2位、さあアパカ入って、ダイヤシが置いてある、ダイヤシもう一回、おっと潰された、何が潰されたんだろう。さあ差し返し、さあ小足大パン、今の連携はやばい、いいですね。さあ固定サーガットがどこまでいけるか、さあ出ない、今のは逆にアッパーカットを出すんだろうで出さなかった可能性もまあ1割弱ありそうですが、多分出なかった可能性の方が高そう。おっと対空はできなかったが状況は悪くない、だーうまい、しかし壊したい足はガード、あー上はしっかり見ていましたね。さあ藤沼さんが多分斬撃なんだろう、さあ藤沼斬撃が、お前とは違うと、違うものミッシュあると、さあ対空しっかり出ますね。うわなんか小手上手くなってるね。いや小手くんはね、わーうまいなー、マジで上ちゃんと出る、今の対空出るとね、うん、やり込んでるなっていうのをちゃんと分かりますね。おお痛い痛い痛い、おさあ、いやいやいや、あー D で突っ込んでくる、あーもう一回、あー回っちゃって、あーもうゼロドット、いや逆にねこれはね新しくてね、食らった側ねちょっとね、うん、反応遅れますよこれは。新しいおっ K ラリが当たって、さあパカスからせてダイヤシ刺して画面端追い詰めたが、とても何もしない、あーっと立ち台キックに引っかかって、おコパコパ、これ優しい方ですね、優しい方、おーあーこれが違いかこれが違いか藤沼さんはね、うん、とりあえずね光らせたい派なんで、うん、そう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 、狙ってねやれるのがねさすがだからね、これねコメントいい、格の違いを見せつけるになんかねあのごめん、うん、あのねちょっとね若干、うん、オーナーうーんなのかとちょっと俺は思っちゃいました、間違えましたね、綺麗さあ、おバニシングにダイヤシで
さあさあいい間合いをキープしているが一回なんか当たると事故るぞ、ね、ここだけは足がねリーチ長いからやりにくいのよね。さあ台車当たった、わしから様子を見ている。ポテもそんなねリバースアーパーが出さないからね。そうですね、リバースアーパーが痛いものが入るってことをちゃんと理解した上でのこれは厳しい、知っているさあお次誰、お、ここは友座の例のあれが出るのか、お、あ、そっちか、そうだ、もともと友座のサブキャラといえばまあバイソンでしたからね。最近ですとね、なんかチュンリーのイメージも強かったんですが、お、カリーマクイモホリエ、さあ、もうこんなダメだ、いや今上飛び見てますね、いい反応、トロさんね、反応がくっそ早いんですよ。さあ、中、あー、確定落ちなかった、アントビがちょっと早い、裏回って、これは確定、これはもう分かってる動きですね。さあ、今のは確定しないんだ、投げに行けたのか、いや、アドバニアってのか、そうですね、さあ2位でちょっと、いやでも厳しい、どこだこれは、ちょっと当たっただけ、何で出ちゃう、さあ今のはちょっとなんか入りそうだったが、だーやりたい放題、やりたい放題でした。さあ長州シャンガ、長州シャンは、まあ、ここはまあ剣ですね。お、いや、ダイヤシ、さあ、早速掴んでいって、うまい、お、ダイヤシ上がって、ダイヤシはうまい。さあ、しかし、あ、見ている、だー、大変と確定です、だー、やりに行く、あ、これは確定ですね、もうおしまいです、だ、長かった、あ、長かった今のは前ジャンしても多分引っかかりそうですね。そうね、波動になってたけどね、レッパーやればギリギリなんとかなったかも。さあ大勝利ブッパ、これはありですね。さあ今度は長州シャンペーシュ、うまい、今のはうますぎる、バントビからの投げ、いやこれが長州さんなんですよ、さすがですね。小江門くんがねこの前の火曜日のね東大生、うおー、なんだそれ、開幕リスペクトしてるんで、本当に、うん、うますぎる、うおー、うまい、しかし投げ返された、確定、さあ待って、勝利はさすがにガードして、さあこれはサーヒーと入って投げれー、これが超終点、さすが、さあこっから長州さん盛り返していくのか、長州さんコメントでシャシュガデシュねーっていう風に来てます、コメントがシャシュガデシュねー、シャシュガデシュねーって、長州さん反応がない返事がない、ただのしかもね、長州さん冷たいさあ金子流開幕飛んでいる、開幕飛びからの勝利、やばい、はいはいはい、レバガツ超速い音、確かにね、金子帰りというとサブキャラで竜って感じですからね、あ、中段も見えず、うん、なんかあんまり動けてないなという波動拳、昇竜拳で部、ダイヤシも食らってその後中段も食らうあの、いいところのセットでしたね、アンハッピーセットでしたね、アンハッピーセット、さあこれは、さあお互いいい場合、うますぎる、足癖がいいの、この剣は、あっ と, っと今のはしゃがみ大足がなんか変にバチちゃったのかな、あーはいはいはい、コマンドがね、そういうコマンドだからね、やりやすいよね、なんかね、剣でね、大足波動剣とかやろうとするとね、なんかうまく出ないんですよね、なんかね、変なね、キックが出ちゃったり、あーそうそうそう、あれが前からあれ下だからね、あーなるほどね、さあ、バニシングコマンド、さあ、これで、あーおーっと、ちゃんと数えていた、長州さんが数えてないですね偶数回数でしたね、さあ、長州さんが
エンド。さあ、奇数回数なら1回食らって2ドット以降は削れるんですけれども、はい、竜天の場合は一応勝利点で、なんとかなるっていう感じ。あ、天はさ、竜はダメなのかな、どうなんだろう。身体師はググってくださいと。あ、うますぎる。うまい。今のちょっと下がってダイヤシアウェイマジでヤバいですよ。あ、投げれない。あー、これが超瞬殺。そして中段、そして1ラウンド目の再現中段見えず。これでワンピー側もサブキャラ一通り終わりましたね。はい、どうぞどうぞ。もう自分が全部決めてやるっていう人でもいいよ。そうそうそう、はよはよ、どちらやりたいから。さあ、6対3まで来ましたが、まあ、ただまだね、2P 側、じゃあ 1P 側が圧倒的リードなので、さあ、ここはウネのガイルで、ほんとおじいちゃんと孫対決。いや、これマジ親子ありますよね、この親子が。失礼しました。おっと、単発で終わってしまった。さあ、うまい、うまい。あー、ちょっと前が遠かった。遠距離だったからね。相当。さあ、これはしっかり貯めてましたね。今第3番。ああ、今のはね、バックソバットでよかったかもしれない。難しいな。さあ、これが超シュープレッシャー。出際に当たってしまう。さっきまでの勢いがうねないぞ。バイソンはね、とりあえずね、ボタンを押せてばね、強いんですよ。Sバイソンは。ひどい方のボタンを押してて強い。いや、実際そうなんで。うん。さあ、これは見ている。あー、水弾になっちゃった。さっきもね、僕ね、水弾になっちゃったんですよ、スーピー側でやるときに。レバーがあれかな、スーピー側は。いや、あー、中継に大剣を差し込んでいく。さあ、これが超シュープレッシャー。あー、なんで一文字。さあ、画面端には追い込んでいるが、ウネどうする。もう体力がない。そうですね、どっかで爆地飛びを通した。通した。アッパー。あー、惜しい。ところに波動。今のはしゃがみ中継だったら多分先に当たって勝ってました ね、 たね。惜しかった。あー、あ、なんかね、そばとになってた今のは。惜しい。さあ、ワンピー側見た感じですけど、おっ、おっと。さあ、終わらせに来ましたね、藤沼チュンリー。藤沼チュンリー、コパンで落として、これはもうヒデにね、しっかり解説してもらおうね、チュンリーたち。あ、これね、でもね、めくりが見えづらいんですよ。ほう、辛口マスタード。おお、怖し。コパン、チュンリーは何なんだろうって言うけどね。うん、まあ、確かに。さあ、やはり足が速いこのキャラ難しい。さあ、これは表になる。うまいな。さあ、今のはね、チュンリー側がね、チュンリー様じゃなくて垂直大パンだったら、うん、恐竜剣潰した可能性すらもあるくらいだったので、はい、ちょっと技の選択肢をミスりましたね。そうですね、垂直大パンチの先端に、暗い判定がないんで、小竜剣、大小竜剣とかも普通にバチンって落とせるんで。さあ、これが長州。やばいよ、長州さんが。さあ、グッチー、グッチさんが、まあ普通に言うで。いや、でもね、分かんない、ダルシムとかかもしれないよ。ここに来て。お、ありえるありえる。いや、あのね、最近ね、グッチさんのね、ブランカね、あのね、4大ブランカの下くらいまでね、来てるっていう風な噂があるんで。そこまで時を止める気か。ちゃんとみんな分かってますね。まあでも、さあ、しかし早出し、早出しはさすがに負けますね。さあ、置きどころがうまい。これが長州スタイル、うまい。あれが大あ、今のは多分レッパし込みでしたね。ジャンプ台形、あれはね、多分ね、落ちないやつですね、ブランクが。みんな言いたい放題ですね。笑いますわ、さすがに。さあ、昇竜が出る。これはさすがにグッチ厳しいか。あー、これは矢口。あー、いやいや、おー、やりたい放題。お、さあ、金子ガイルが、金子ガイルが、さあ、なんだかんだ3対3まで来てしまいました。並んじゃったじゃんよ。
さあ 1P が残るは金子とまだ坂本、 2P が残る破天荒長州バイパーもう分かりませんね。こうなるとね、やっぱ東大戦はグッさんが面白くなってきたでしょうとなんかプロデュースでもしてたのかなっていうプロデュースプロデューサーグッチまあ竜で言ってたら勝っちゃってたでしょうという、ね、話が出てるけど、でもね、この方がね盛り上がるんで熱いと思いますよ。やっぱプロデューサーだな、ね、うん、グッチさんのねグッチシリーズはねやっぱ見てて思すごいね、やっぱり、うん、あーやばい、発火さなんないミラ系も入んない、あー TBS、 TBS 回復ポッシュ、あー今のはサシシ昇竜やりたかったが、サシシ昇竜、いやあれね、台足の2回手見てね、あの歩いて昇竜、昇竜系もねバシンって当てるのがサシシ昇竜なんで、まあ欲張らずに台足でもやったんじゃない、やはり難しいんですかね、台足の2回転目に昇竜系ぶち当てるって。まあそりゃそうでしょう、歩かなきゃ歩いて昇竜だから、まあですよね、そもそも僕昇竜系出ないんで難しいっすあのね、スーピーがマジでね超難しいじゃん、じゃあ10分の1くらいまで成功率、さあジャンプ台手が入って、それ福山さんよが出てねえじゃん、いやだって福山さんの方がメインキャラですから、僕サブキャラなんでさあまあ確かに、さあ波動拳でうまく画面端に追いやって、さあこっからなんですよ、ね、バットが、ああこれは TBS ファッシュ、あーうまい、今のはああもうこれは相打ち OK だよ、いやーもうね、やはりね金子さん小物道を経て、うん、さらに成長しているこの男声がただの青鬼でしかないっていうねさあここで破天荒さんの竜、破天荒さんもね昇竜マジでしっかり出るようになってるんでね、うん、これ見ものですよ、おみんなねやっぱね練習してるとちゃんと伸びてますねって僕は思います。まあそりゃそうでしょ、うん、そして僕も伸びるように頑張ってます、お頑張れよハ今の頑張るように心がこもってないとのことですが、あのオーディエンスの皆様どう思いますか。さあ竜巻で中国戦昇竜は使って周囲直台まで打って、ああ惜しいな、今投げに行ったところを、今の大ゴスが当てに行く大ゴスだったら多分もしかしたら真似した可能性が、あのビレドンでしたね。さあ結構ダイゴスってね、あの反対強い感じね、そうですね、あの2発目が、先端完全無敵なんで、お寝言のような僕も頑張るようでしたですよねさあこれはチャンス、うまい、あーバックジャンプタスマジがハテコプターが阻止されましたねさあ、まあ、まだでもゲージあるんでね、そうですね、まだねこっから配分、そうですね、これあるです、ね、あ、惜しい、惜しい、さあ、釣れない、これ惜しかった、中国はガード、あーさあ、ゼロドット、ガード出なかったサマーだわ、さあ、大将バイパー、いや、これ、まあるよ、金子友田坂本でしょ、あるよ、バイパーさんなら、おさあ、どちらで、あ、さすがにメインのエッグフォークできましたね、でも特に死んでます、あのグッチフォークにやられましたグッチフォークにグッチフォークね、もうやだ、ほんと一回当たれば、ちなみに一昨日猪俣さんとめっちゃフォーク戦やったのに、はい、今日これですからね、ほんと猪俣さんに申し訳ないあ、やばいよ、あ、ね、僕やったのね、ラーメン屋さんの方の猪俣さんじゃない方です、よくわかんねえよ、弟さんの方ですそういえよです、あーやばいよ、これはあー壊し暴れ正解ですね、さあ三角は強い技ではあるが、これは矢口、矢口でした、ほんとこれ一回捕まったらもうおしまいですからね、もうガイルヤは。さあちなみに金子さんも一昨日、はい、ラーメン屋じゃない方の猪俣さんと、はい、あの志向様やってました、ここで、はい、ここで、あ、そう、対戦会、ですね、木曜日毎週大山ニュートンで、対戦会やっております、最近僕もちょいちょい来てます、へー、50円にくれでおすすめです、さあサマーで待っている、ここは50円にくれなんですね、さあこれはバイパー、あー、あ、もう金子ガエルが完全対応か、紛れが起こんないのか、だ、怒りそうだ、あんのか、だー、サーマー間に合ってしまった、
締めたのは金子というわけで本日の勝利は 1P 側の皆様です。おめでとうございます。エキシビジョンはなしです。あ、なしね、了解よ。何スト2の新作出ない？え、ウル2が出たじゃないかと。いやー、あとはまあの試合ってことでお疲れ様でした。じゃあワンピーチームだ、写真をね撮りたいんで、まあ誰か。じゃあフィニッシュを決めた金子さんでも撮っておこうかな。あ、ダメ。
Round one, fight!
gentlemen. Round one, fight! Yeah!
Round one, fight!
Okay.
Shit.
Thank you.